薩摩人維新参加。明治維新に至る動きをお送りしております。こちらのコーナー、毎月第1週は脚本ご担当河井田健一さんにご登場いただいております。河井田さん、おはようございます。あ、おはようございます。先月はアメリカで10年間を過ごしてきたジョン万次郎と島津成明の運命的な出会い、こちらの方をお送りしましたね。そうでしたね。土佐 の半農半漁の家に生まれた万次郎は14歳の時に遭難するんですね、太平洋の鳥島に漂着して、143日後にアメリカの捕鯨船の船長に助けられて、その人の養子になるというところでしたね。何でもアメリカでは英語はもちろん、数学、測量、造船技術、そして航海術を学び、しかも首席で卒業したんですよね。そうですよね。でその人がね、成明が藩主に就任した同じ年の2月にですね、琉球に上陸したわけです。成明はジョン万次郎を鹿児島に呼んだんですね。そうです。当時は鎖国の時代ですから、その日本人がですね、外国から帰ってくれば死刑になってもおかしくない時代ですよね。成明だったから実現したんですね。英語ができて造船技術と航海術などを身につけて帰国したジョン万次郎だったわけですね。当時の日本にとってはもう宝ですよね。成明でなかったらもうめんどくさいと、もう手早くね、尋問して、幕府直轄の長崎病床を送れと、こんなことになったんだろうと思いますね。はい、そこを長崎へ送る前に鹿児島へ護送せよという指示を出したと。そうです。で鹿児島で尋問して、びっくり仰天だったと思いますね。何しろアメリカの専門学校を日本人の漁師の子がですね、首席で卒業したんですから、その知識をね、成明は多分さぞ喜んだことでしょうね。薩摩の船大工や藩士にも成明は造船や航海術を学ばせましたね。そうです。そしてこの直後にですね、成明は幕府に対して大型船の建造許可をね、求めました。はい、建造許可が下りた翌月に、なんとペリーが来航したんですね。そうですよね。もうすごいタイミングですよね。はい、そしてジョン万次郎はこの後長崎へ護送され、11年ぶりに土佐に帰ることができました。しかし当時の日本にはですね、英語を話す人がいなかったんで、幕府は万次郎を欲しがるわけですね。で、はい、幕府に呼ばれます。日米和親条約までは通訳としても活躍しました。ところが当時の幕府には英語を喋る人がいませんでしたから、役人の嫉妬が始まりましたね。オランダ語しか喋れない老中は、このまま万次郎がアメリカとの交渉をね、続ければ自分は職を失うんではないかと勘ぐりますよね。何でも万次郎がアメリカのスパイだと言い出すわけですよね。そうです、そうです。あらぬ疑いをかけられたその万次郎はですね、もうその後は外国との交渉にはもう当たりませんでした。そしてもっぱらですね、教育者としての人生を送っていきますね。これは考えようによっては日本にとって本当に大きな損失でした。まさにその通りですね。日米通商修好条約などに彼がね、深く関わっていてくれれば、条約の内容もね、相当日本のためになったんじゃないかという気がしますね。いつの時代にも醜い人間の嫉妬というのはあるもんなんですね。いやー、そうですね。西郷さんのようにね、支持私欲のない人っていうのは滅多にいないんですよね。薩摩は成明がジョン万次郎の能力を十分に活用しましたね。そうです。万次郎と面談したね、成明はもう自分の目の前にいる万次郎を見てですね、彼にできたことは他の日本人にもできるという、確信にいたものを感じたんでしょうね。はい、そしてまず洋式軍艦昌平丸を建造し、日本の国旗となる日の丸を掲げて幕府に献上しました。そうですね。成明のすごいところというのは、この幅の広さですね。はい、ただ反成明派の動きもちょっと気になりますけどね。いやいや、今までお話を伺ってきました。今月の展開も楽しみですが、どうなりますでしょうか。成明の幅の広さをですね、具体的に、そしていよいよ成明と西郷の関係が、明らかになっていくという筋書きですね。さて今月のキーワードですけれども、そうですね、3週目と4週目に出てくる若い西郷さんがですね、最も影響を受けた上司、この人の短歌があるんですよ。でその冒頭にですね、虫よ虫よというから始まるんですけど、ここから一つ虫でどうでしょうか。あの
虫ですね。昆虫の虫。昆虫の方、インセクトでございます。そうですね、はい、今月のキーワード虫でございます。ああ幕末の薩摩武士、こちらの本格焼酎でございます。お二人の方に、さらに名君島津成明、こちらの CD も3名の方にプレゼントでございます。キーワード虫と書いてお送りください。コーナーのご感想もお待ちしております。宛先後ほど申し上げます。ということで、いやまた今月も楽しみな展開になりそうです。今月も川井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。薩摩人維新参加。明治維新に至る薩摩藩の人々の動き、ご案内しております。今月も島津成明の動きからご紹介しましょう。島津成明の凄さは軍事力の強化だけではなかったという点にあります。成明は書き物をしながら藩主からの報告を聞いていたとも言われ、一度に2つも3つも考えることができたといいます。尽きることを知らない成明の興味は、当時日本に初めてのものを次々に誕生させました。藩主になる3年前の嘉永元年1848年、成明はオランダの蒸気船技術所を取り寄せ、幕府の三國玄母に翻訳を依頼、水上船節略を完成させ、その研究をさせています。そして嘉永4年1851年、藩主になった成明は江戸と薩摩で蒸気機関の製作を命じ、ついに安政2年1855年、日本で初めての蒸気機関の製作に成功しました。さらにこの年、薩摩から改装した船にこの蒸気機関を乗せ、運航丸と名付け、江戸での試運転に成功しました。オランダ人技師のカッティンゲーテは、簡単な翻訳図面だけで蒸気船を完成させたことに脱帽すると驚いたといいます。また磯の仙岩園の庭には大きなキノコ型の石灯籠があります。これも日本で初めてのガス灯の実験跡です。1837年にフランスで発明された写真機を日本の大名で初めて使用したのも成明でした。成明は自ら写真機を操り、自分の娘たちや家族の写真を残しています。成明本人の写真は現存する日本最古の写真と言われています。さらに照国神社の片隅には電気通信実験の記念碑があります。これは成明が1855年に尾形公安らに技術書を翻訳させ、藩士に試作機の製造を命じていたもので、翌年1856年には江戸の渋谷藩邸で電気通信実験に成功しています。その翌年1857年にはこの試作機を薩摩に持ち帰り、鶴丸城の本丸から二の丸までおよそ550メートルの電線を引いて電気通信に成功しています。それがその時の電気通信実験の成功を伝える照国神社の記念碑なのです。まだまだあります。安政5年1858年、オランダの医師ポンペが鹿児島を訪れ、ガラス工場を見学した時、100人以上が働いていたとの記録もあります。細かい細工が施された薩摩切子を成明も大変好み、大名への贈り物にしたり、篤姫の嫁入り品にも加えています。しかしその切子は、成明の死後は工場も縮小され、薩英戦争で砲撃を受けて、西南戦争に至る過程で技術は途絶えていました。しかし昭和60年1985年に復刻の研究が始められ、復刻に成功した薩摩切子は今も輝く鹿児島の特産品です。天才的な政治家島津成明は、藩主になる前からおよそ20年後にやってくる明治維新のその先の近代国家日本のあるべき姿を具体化してみせました。まさに近代国家日本の設計者だったといえます。成明による人材の育成と
適材適所の配置が幕末の薩摩を、いや日本を覚醒させました。この続きはまた来週。薩摩人維新参加。明治維新に貢献した薩摩藩の人々をご紹介しております。今回も島津斉彬、そしていよいよあの人が登場します。島津斉彬は藩主となって矢継ぎ早に近代化への道を切り開いてみせました。およそ20年後の明治維新の先にやってくる日本の姿を修正館事業で具体化してみせました。しかし天才政治家斉彬にはまだやらなければならないことが山ほどあったのです。そのための人材を探していました。西郷隆盛は1827年1月23日加治木町の下級武士の長男に生まれています。斉彬が藩主に就任した時25歳。その9年前16歳の時から高利方書き役助けとして農業指導と年貢の取り立ての仕事に就いていました。この時の高利奉行が迫田利成。この人の持論が役人が贅沢をするとこの国は滅びるで清廉潔白、若い西郷に最も影響を与えた一人でした。迫田は凶作の年、嘉永2年1849年農民を救おうとして年貢を引き下げるよう藩長に申し出ましたが、その願いが受け入れられなかったために辞任しました。その時迫田は、虫よ虫よ、いつし草の根を断つな、立たば己も共に枯れなん、と奉行所の壁に書いて辞職したといいます。虫は藩長、いつし草は農民、農民が飢えて餓死すれば藩もろとも倒れるぞと警告して去ったのです。西郷は自分も辞職すると言いますが、迫田が引き入れるわけがありません。共に辞めては苦しむ農民を助ける者がいなくなるので残れと迫田に諭されました。弱い者の味方、公平無私な西郷隆盛の誕生でした。今なら県庁の農政担当の役人、小さな不正も許さない性格で上司の賄賂やエコひいきを許さず、貧しい農民の窮状を救うべくたびたび意見書を出していました。その一つが斉彬の目に留まり、出世への糸口をつかむことになるのです。斉彬が藩主に就任して3年、嘉永7年1854年28歳の西郷に江戸詰めの命令が出ました。飛び上がるほど喜びたい西郷でしたが、西郷家の台所事情は大変でした。この2年前、嘉永5年1852年西郷は伊集院すがと結婚しました。しかしその年の7月には祖父雄山が、そして2ヶ月後には父吉兵衛が、さらに11月には母政まで立て続けに亡くなる不幸が続いていました。西郷家は祖母と弟3人、妹1人、そして使用人たちの大家族です。この大家族を養う西郷の石高は少なく、借金の利息を取られて西郷が役所から持ち帰る生活費は玄米2石しかなかったといいます。米1石は成人一人が1年間に食べる量、これを家族全員で食べるのですから足りるはずはありません。この貧しさに菅は耐えられなくなります。西郷が斉彬に見出されて江戸に行くことになり、いよいよ耐えられなくなった菅を実家が引き取りにやってきます。西郷の最初の結婚はこのようにして破綻してしまいました。この続きはまた来週。薩摩人維新参加。
明治維新に貢献する鹿児島の偉人たちの動きご紹介しております。さて先週の続き、島津成明が藩主に就任して3年目、28歳の西郷に江戸詰めの命令が出ました。先週もお伝えしたように、西郷家はその2年前、祖父、父、そして母の3人が亡くなるという不幸に見舞われています。西郷家の台所事情はとても厳しく、最初の嫁は実家に引き取られるようにして西郷家を出ていきます。西郷の江戸行きは西郷家のどん底の暮らしの中での出来事でした。西郷は弟たちに全てを託して鹿児島を後にしたのです。郡奉行迫田利成の清廉潔白な生き様に大きな影響を受けていた西郷が、藩長に提出していた意見書に目を留めた成明は、西郷に特別な仕事をさせようと考えました。その仕事とは、お庭方役。その名の通り、お庭の世話係でした。当時、西郷の身分では、お許しがなければ、藩主と顔を合わせることもできませんでした。しかし、お庭の手入れをしている西郷のすぐ近くで、藩主、成明が日々の暮らしをしています。日々の暮らしには当然様々な用事が生まれます。成明の狙いがこれでした。日々の暮らしで生まれる様々な自分の用事を西郷にさせることだったのです。つまり西郷を自分の手足として使うことを成明は考えました。成明にはやらなければならないことが山ほどありました。藩主として初めて過ごした薩摩の3年間は、商庫修正館事業を直接指揮することもできました。しかし、江戸に上ってからの今後の活動は、日本国の中央の政局に関わる大仕事でした。それまでの薩摩藩内のルールで物事を決定するには、時間がかかりすぎるのです。従来の稟議決裁手続きなど、決裁の手間を省くことが成明の狙いでした。それに西郷が藩長に提出していた意見書には、成明がこれから目指す新しい時代の役人の資質を伺わせる何かがありました。虫よ虫よ、いつ伏し草の根を立つな、立たば己も共に枯れなん、と壁に書いて辞任していった郡奉行迫田利成の影響を受けた西郷の意見書は、成明が目指す新しい日本の役人が持つべき資質を感じさせたのです。農民の窮状を救えなければ、同志社である藩も役人も枯れるぞと愚心する西郷に、成明は公僕たるべき役人のあるべき姿を見ていました。このような無欲で純粋な資質のものでなければ、国の大事は任せられないとの考えでした。江戸では筆頭老中安倍正弘が成明を待っていました。安倍は奥入騒動が起こった時、幕府側として強引に介入し、成明の藩主就任のために大きな役割を果たしています。安倍と成明の中央政界での工作が始まろうとしています。いよいよ西郷隆盛の出番がやってきました。この続きはまた来月。なお先週のこのコーナーで、西郷隆盛の出生地を加治木町と申し上げましたが、加治屋町の間違いでございました。お詫びして訂正いたします。